やはり、お肉は素晴らしい。プースケさんも、そう思うかい？なんだって、このメガネハンターよりお肉が好きな奴がいる。一体、何が論なんだ？調査団のお肉部、名誉顧問の料理長なら、何か知っているだろうか。ふむふむ、そいつは正気の谷にいる、だって。わかりました、向かいましょう。あと、料理長。ちょっと潮振りすぎなのでは。焼き猫。配膳係おともちゃん、お食事お願いします。やけどしないように、手袋してるのがかわいい。プースケさんも、ちゃんとお食べ。腹が減っては、狩りはできぬからね。というわけで、正気の谷、にやってきました。支給品を持ったら、早速向かいましょう。お、今日はアステラジャーキーも入ってるね。モスちゃんのお尻。ありがとう、いいお尻です。ちょろちょろしている、トカゲを倒していたら、本日の目的の、お肉大好きオドガロンさんがやってきました。そっと様子を見てみるとしましょう。あ、お肉を加えています。今日のランチを買ってきた、サラリーマンのように、落ち着いて食べられる場所を探しているようです。今日はいいお肉が手に入ったわー、なんて感じで。ウキウキとお散歩しているのかもしれません。お肉を加えて歩いている間は、姿を隠さなくても、こちらがちょっかい出さない限りは、オドガロンさんから攻撃を受けることは、ほぼないと思います。お肉は、心安らかに、落ち着いて食べたいでしょうしね。あ、お肉を置いたかな。うん、これはなかなかの熟成肉。一度オドガロンさんと、お話をしてみれば。しかし、ラドバルキンさんがいて、落ち着いて食べられないと、プンスコしているようだ。ちょっとそれ私のお肉なんだからね。あんたも食べたいなら、自分で買ってきなさいよ。オドガロンさん、拙者を呼ばずながら、つけが効いたす。ああ、その体が、この腕の外旋が、尻尾を切れと轟く叫ぶ。無理だな。おのれらドバンキン。貴様のような出し柄に用はないのだ。オドガロンさんの尻尾を切ったので、尻尾を剥ぎ取ったら、おさらばしましょう。でやろな。おのれ、5倍までもが邪魔しおって。骨骨の出しのラドバルキンさんは蒸して、オドガロンさんに会いに来ました。あ、待って待って、逃げないで。ちょっとだけ、ちょっとだけでいいので、お肉についてお話を伺わせてください。ふむふむ。ふむふむ。新鮮なお肉もいいけれど、いい感じに熟成させたお肉が一番好き、と。死肉だとなお風味が増す、ということですか。いやでも、ちょっと待ってほしい。お肉って普通、全部死んでるんじゃないでしょうか。貴重なご意見、ありがとうございました。やはり、以前はお肉を見る目は確かなようでござる。ぜひとも我が社に欲しい人材です。というわけで、オドガロンさんのお宅にやってまいりました。お肉に囲まれて、幸せそうに眠っています。このでっかい風量竜の死体も、オドガロンさん秘蔵のお肉です。やはり、オドガロンさんをスカウトするしかありません。そう。オドガロンさん、僕と一緒に、世界のお肉の流通を制しましょう。異論は認めん。あ、オドガロンさんからいただいた尻尾は、後で、料理長にテールスープにしていただきます。ごちそう。
そうになります。前回、ご機嫌を損ねてしまったプータさんも、お出迎えしてくれました。よかった。よしよし、プータさんも一緒に、テールスープ食べようね。キノコの方がいいって。オドガロンさんは、新人研修が終わって、一休みしています。後で、一緒に美味しいお肉を食べようね。まあ、でも僕は。お魚も好きです。